がっております。はい、実は小池さん、熟年世代のおしゃれにある持論を持ちあるんですが、はい、これ、皆さん何だと思いますか？もしくは皆さん、熟年世代のおしゃれのポイントがあるということを、ご自分だったらぜひお寄せいただきたいんですが、うん、そして、小池さんの質問ですけども、いつも募集しておりますので、はい、ぜひお寄せいただきたいと思います。さあ、小池さんが今日はいろんな、シーンを見ていきたいと思います。伝説、まず一つ目の伝説でございますが、俳優デビュー作、現在の朝ドラを生んだと言われるこのドラマです。バストーリーラ、これは1958年ですから、昭和33年から5年間、NHK の平日夜7時15分から15分間放送されたホームドラマなんですね。で、小池さんは美容院の娘で、ヒロコ、ヒロインの元子を演じられました。1395回放送された長寿番組なんですが、実はその映像4分間だけあるんです。もう時間残ってない。はい。だって生だったんですよ。ねえ。次に一回一つやってて、4分しか残ってない。残ってないんですよ。で、はい。その中から元子の家に高校の同級生が集ったシーンをご覧いただきたいと思います。20ページ。問題8。あの先生は試験問題にこれ悪い癖がある。雲が抜けてたのね。だからいわゆる別のな問題じゃない、一見ありふれていて優しい問題だけ。結局誰なの？1と3だよ。1と3ね。1段も終わらない。それ何のこと？言い方で言えばですよ。どなたか毎日競馬の新聞読んでそんなことつぶやいてるの。でもママの方が勘がいいんだって。それは何のママだよ。元気はどっちが出すの？そりゃママだわ。月給も安いんだもん。月給は安いの？だってあんなに大きなお給あるじゃない。これ生放送ですか？これは好きなんだと思うの。ビデオ、公民館ですから。あ、本当？後半はビデオとか撮って収録もしてたんですね。その方が。そう。で、実はその台本というのも NHK の放送博物館に寄贈されておりまして借りてきたんですけれども、パソコンとかワープロとかないから全部手書き。